千葉県三部郡、今ビニールハウスの中でトマトの世話をしています。害虫に入られないようにネットを回してあるので、うん、風もほとんどビニールハウスの中に入ってきません。蒸し風呂のような状態ですが、昨日築地の場外市場を歩いた時よりはまだマシな気がしますと。そうなんですか。でも気温というのは環境によって感じ方が違うのかもしれません。はい、そうでしょうね。今トマトもいろんな種類あるからね。はい、いやこの間私びっくりしたのはブドウだったっけ、はあ、100万円っていう。そうでしたね。ちょっと勘弁して。ご祝儀相場とはいえ、いやブドウですよ。ブドウで100万円。確かにそのホテルの人はなんか料理になんか今日はもう6組のお客様にご予約いただいて、宣伝にはなるかもわかんない。一粒いくら、一粒換算何万円でしたっけ。2万、そうなんか3万円ぐらい。そうなりますね。女性セブンによる
男性コメンテーターで1位に選ばれたのはデーモン閣下。コメントが的確でユーモアもある、頭がいい、博識、発想が面白いなどが理由として挙げられています。また2位には小木ママこと小木直樹さん、3位にはデーブ・スペクターさんが選ばれました。そして週刊ポストによる好きな女性コメンテーターで1位に選ばれたのはキャスターなども務める三雲孝江さん。指摘で的を得たコメント、ソフトで嫌味がない、コメントが温かいなどが理由として挙げられています。2位はホリプロの後輩はるかクリスティーンさん、3位には女優で脚本家の中江ゆりさんが選ばれました。それにしても主婦の目線、なかなか鋭いものがあります。女性セブンとか週刊ポストとか全然違うところでそういうのをやってんですね。堀さん